トレーラーが横転し、牽引していた積載物が道路上に散乱しています。今日午前7時過ぎ、北九州都市高速の紫川ジャンクション付近でフルトレーラーが牽引する荷台部分がカーブを曲がろうとした際に横転しました。事故によるけが人はいませんでしたが、荷台に積まれていた建築廃材の石膏ボードが道路に散乱。午前7時半から紫川ジャンクションを閉鎖して石膏ボードの撤去が行われていますが、現在も作業が続いていて、周辺では一時渋滞も発生しました。警察によりますと、トレーラーの運転手はカーブを曲がりきれなかったと話しているということです。